私は趙偉陽と申します。台湾出身の留学生です。今現在は茶の水女子大学のジェンダー学生専攻研究のドクター2年の学生です。今日出版したこの本も翻訳も少し手伝わせていただいて、で今日 の翻訳も通訳の形で担当させていただきますので、皆さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。東京大学修士課程、ウネと申します。
今回 の, あの、こういう素晴らしい会に参加することがすごく光栄だと思っております。どうぞよろしくします。このような脈々ネットワークが、まあ、構築できたのも小先生とのつながりでできましたので、ちょっと時間を紹介させていただきましたし、この本もですね、大橋さんと張さんが翻訳してくださいましたし、それから私とあと翻訳、ナムさんは编辑的话就是王教授跟平野小姐一起就是很努力的编辑这样。ようやくあとその院生の方のアルバイトの人とかもいろんな形で協力してくださったので、これが感動になりましたので、非常に嬉しい会ですので、もうちょっとご紹介したいと思いました。それではお待たせいたしましたけども早速お願いいたします。ありがとうございます。こんにちは。That's about as much I know about Japanese. So starting now, I will use Chinese. I have very good translator here. こっち今から私は中国語で話します。こちらに通訳がいますので、中国で話していただきます。谢谢大家参与这本书问世的时刻。我这一生到现在为止已经制作出版超过30本书，所以我很了解出版一本书要花多大的力气。可是很惭愧的是，这本书用日文出现的时候，我100%的要依赖那些耗尽了很大的精力时间帮助我的朋友们，从早年2003年邀请我来日本的伊藤教授，到后来接手的管教授，到 IGS 的各位秘书的同仁，从众多的翻译者到出版社的编辑，刚才你们已经看见了，我讲话就要动员很多的人来帮忙我把意思讲清楚。那从这些翻译者到出版社编辑都做了很多很多的工作，从2003年到2013年，我劳动了很多很多的人，我想借着今天的机会对他们表示由衷的感谢，是你们让这本书成为可能的。ありがとうございます。本書の出版、この世に出る状況まで、この出版会に参加していただき、本当にありがとうございます。私は今まで30冊を超える本の出版をしていましたが、それによって、この本を出すということにどれだけの、力が必要か、どれだけの、努力が必要かということをよく存じております。大変恥ずかしながら、この本は日本語で出たということがありますので、私を 100%、友人たちの手助けを得ながら、この今回の出版をするということになりました。早い時期には今一橋大学にいらっしゃる伊藤瑠璃先生、それから、その後を継いで、立香織先生、それから IGS で働いていらっしゃるスタッフの皆さん、それからたくさんの翻訳に関わられた方々、出版社の、編集の方々、そのような方々が、非常に多くこの本の出版を助けてくださいました。2003年から2013年までの間に私は非常に多くの、方々の、お手を借りました。今日の機会を借りまして私は、皆さん方に、心からの感謝をお伝えしたいと思います。この本は皆様方の力がなければ、出版できませんでした。本当にありがとうございます。对我个人而言，这本书首度以一个较为清楚的理路呈现了20年来台湾女性主义性别政治的发展和转型，以及我和一些朋友在不断浮现的性斜线别议题上的立场，对这个转型的过程形成了怎样的搅扰和阻碍，这也是这本书名用扰乱这两个字的意思。然而性别政治的转型其实和台湾社会整体的政治经济转型是相互呼应的，也在其中扮演了重要的积极角色。我相信观察和分析这个转型的过程，对于认识当下急速全球化的世界以及其特质是有深远意义的。台湾社运的发展形态是独特的吗？还是可以为其他的社会提供一些见解呢？这要请各位观察你们自己的社会来做判断。以下我想提出三个重点来描述台湾社运近年来的发展，
它如何反映台湾社会的深刻变化，以及这个在地的空间如何结合全球化，以便被纳入国际政治。这方面的研究也是我最近几年的关注。私に、とってみればこの本は、はっきりとしたロジックを持って、台湾のこの20年代のフェミニズムと、ジェンダーの政治の発展と変化について、捉えたものです。それから私と私たちの友人の、普段に、浮かび上がってくる、性スラッシュ別という字を使っておりますが、性スラッシュ別というテーマの下での、立場上このような、変化の過程においてどのような、妨害であるとかトラブルというものが起きてきたのか、どのようなトラブルというトラブルや妨害というものを起こしてきたのか、それがこの本のタイトル、かく乱というものですが、この、政治の変容は、実は台湾社会の政治、経済の変化と、相互に関わるようなものです。で、その中で、大変重要な役割を果たしてきました。私は、このような変化の過程を観察し分析することを通じてグローバリゼーションが急速に進んでいるこの世界の特質を理解するために世界する上で大変意味があることだというふうに思っています。台湾の社会運動の発展というものは独特のものでしょうか、それとも、その他の、社会における社会運動その他の社会運動に対して、何か、示唆をもたらすようなものでしょうか。これはこれについては皆さんが、どうぞお考えくださればということを思います。私は、これから以降について3つの、ポイントから、台湾の社会運動の最近の変化についてお話ししたいと思います。それが、どのように社会運動の、大きな変化を、表しているのか、それから、ローカルな空間がどのようにグローバリゼーションと接合し、国際政治の領域に受け入れられていくのかということについて説明したいと思います。こうした方面の研究というのが私が最近この数年間最も注目しているところです。也许你们看到现在会觉得书名里面多那条斜线是很特别的事，那我也希望也许透过这本书大家有机会看一看这本书，可以去理解为什么这条斜线有它出现的必要，也有它出现的意义。那这是这本书跟一般的性别研究的书很大的不一样。こちらの本の署名においてもこの性別の性と別の間にスラッシュが入っていますが、この、考え方というものを、今後日本でも、伝えていただければということを思います。これは一般の、説明しますと中国語では、ジェンダーというのが性別という形で訳すことが結構多いんですが、その一般の意味でのジェンダーというものと、大きな違いを持つ概念です。でこれについて、好，我现在就开始来讲台湾社运发展的三个很大的特点，在近年来的趋势。台湾社运近年发展的第一个特质或者它的取向，就是它越来越朝向国家和政府，它的存在也越来越依赖国家的支持，它的行动也越来越诉求从上而下的立法和行政。政治学者过去曾经用民间社会和国家之间的对立来描绘社会内部的张力。1987年台湾解严以前，社会确实多多少少有这个态势，但是2000年还没有拥有大多数选票的民进党因缘际会地赢得了执政后，积极地吸纳原来并肩作战过的民间团体和个人，让他们分包政府的计划和功能，或者根本就进入了执政的团队，以强化执政的正当性和统治基础，而且至少在表面上也采用了社运的进步语言和价值。民间团体和政府之间因而发展出了复杂纠葛
互相利用、互相得利的关系。这个关系在2008年民进党下台、国民党执政之后，基本上仍然延续下来，形成了所谓协同治理的局面。台湾に、における社会運動の展開の、特性についてお話したいと思います。台湾の、その社会運動の特性というものは、近年ますます、国家政府に、向かっていくということがあります。それから、国家の、支持に対して依存するというような状況が起きています。国家のサポートに依存するという状況が起きています。その、社会運動の行動は、ますますトップダウン的な立法と行政を求めるような状況になっているということです。政治学者は、かつて、シビルソサイティ、市民社会と、国家の間の対立というものを通じて社会内部の力関係というものを表そうとしてきました。1987年の戒厳令の前には台湾社会は確かにそのような状況にあったということが言えます。しかし2000年になるとそれほど多くの票を獲得していなかった民進党が与党になり、積極的にそれまで一緒に戦っていた民間の社会運動の団体や個人が、個人をリクルートし、彼らに政府の、計画と、政府の機能をアウトソーシングするような状況が起きてきました。さらに、与党の、行政チームにその社会団体が参入し、政権の正当性と、ガバナンスの基礎を強化しようとしました。政府は社会運動の、進歩的なディスコースと価値観を、利用し、民間団体と、政府の間に複雑でこう入り組んでお互いに利益を得合ったりするような相互利益的な関係というものを、作っていきました。民進党が、2008年に政権を失い、政権交代、国民党に政権交代をしてからもこのような関係は依然として残っていて、共同統治、共同のガバナンスというような状況が、現れています。好、刚才讲到社运团体面向国家和政府，性别团体在这个变化的过程当中可以说是最成功的范例。他们不但强势地狭隘定义了平等的理念和文明化的要求，同时也参与协助政府完备各种保护和监控的管理机制，促成了更为绵密的治理。如果有兴趣的朋友，你们可以看这本书的后半部。然而由于民间团体在台湾民主化的过程中往往也被两党政治所穿透，倾向于特定的政党，因此在和非友军的执政党协同治理中，可能因为暗含的党派立场而不时反对或批判政府的政策，结果反而借此压力争取到更多的资源和权力。在表面上，民间团体摆出姿态要在执政和在野两党的党派政治上保持中立，但是当社运呼应在野党批判执政政府的几乎所有政策的时候，这就促成了更强的民粹氛围，使得政府无所作为，往往更弱化了国家能力。社运和国家之间的关系越来越复杂，但是从国际的眼光来看，反而认为民间社会的力量在增长，有力量可以和国家一争长短。国际舆论因而进一步撑起民间团体和舆论左右国家政策的正当性。このような、変化の過程において、ジェンダーの平等を謳うような団体というのは、非常に成功した事例ということが言えます。彼女たちは非常に、強い態度、それから、割と狭い、競技的な定義によって、平等の理念と、文明化ということを要求していきました。同時に政府によるさまざまな保護と監視の、そのコントロールのシステムというものを、作っていき、さらに、綿密なガバナンスを、していきました。
もしこのような話にご関心がある方々がいらっしゃいましたら、この、今回出版された本の後半部分がそのような部分に当たる部分ですので、ぜひご覧ください。民間団体も、台湾の、民主化の過程において、2つの党、民進党と国民党という2つの党の政治に利用され、特定の、支持を、支持するような傾向ということが起きています。それによって、味方ではない、つまり、自分を支持している政党ではないような、党が与党についている時の、ガバナンスにおいて、表面的には言わないけれど政治的な立場があるということによってその政府の政策を批判したりとか反対したりとかするということが起きています。この結果、こうした、圧力によって、民間の団体というのはさらに多くの資源と権力を手に入れるような状況が起きています。表面的には民間団体は与党と野党の間に中立的な立場を示しているわけですけれども、しかし社会運動が野党に対応して与党のほとんどの政策を批判しているというの時にさらに強いポピュリズムのような雰囲気というものが現れていきました。したがって政府が何もできなくなってしまって国家の力というものが弱まってしまうという状況が起きています。社会運動と国家の間の関係というのはますます複雑になっていて、しかし国際的な立場から見ると市民社会の力が強まっていて国家と競争できるような力を持つようになっているというふうに見える状況になっています。ですので国際世論は、さらに民間団体と、世論が国家政策に影響を与えるような、そういうような状況に対して正当性が生まれるようなことになっています。社運团体和国家政府这种亦友亦敌的变动式的关系局面当然会形成一些后果，因为与国家共治的局面对于社运本身就会产生重大的冲击。台湾社运近年的第二个特质或取向就是它越来越社会福利化。社会运动本来的目标在于改变社会，改变权力结构，挑战国家的统治，但是当社运团体越来越习惯于把自己的工作和目标都框架在政府的政策和预算里，越来越相信需要更细致的统计数字来追踪政策的成效，越来越渴望绵密的立法和行政体系来保障所谓弱势的权益的时候，社会运动的性质也转变了。许多社会运动团体现在变成了很忙碌的分包政府的措施争取政府资源的社会福利团体，从运动团体变成福利团体的 NGO。 而当社会福利成为政府统治正当性的重要来源时，许多原本从未参与社运的个人和团体也开始出来代言各种弱势，要求分享资源，社运的版图和色彩突然复杂也功利了起来。しかし、このような状況が起きていることには当然結果というものを伴うということで、当然のように、国家と、共同でガバナンスを行うような、局面というのは社会運動自体にも、大変深刻な、打撃を与えています。近年の台湾における社会運動の2つ目の特質、傾向としては、それがますます社会福祉の方向に向かっているということです。社会運動の本来の目的は、社会権力構造を、改革し、国家のガバナンスに異議申し立てをするというようなことがあります。しかし、社会運動が自ら自分の仕事と目標を、政府の政策と予算組み立てのような状況の中にその、社会運動の仕事とその目標というものをフレームワーク化していて、ますます、政策の、効果を、追跡するためにより正確な統計を出すとか、
マイノリティの権利を保障するためにより綿密な立法や行政体制を作るとかそういう方向に動いています。その結果社会運動の性質も変わってきています。例えば多くの社会運動の団体は政策をアウトソーシングし政府からの資源を、まあ、獲得するということを、求める、そういうような資源を獲得するということを、に懸命になってしまっています。そのような、資源を取るという社会運動、社会福祉の NGO に変わってしまおうとしています。そして社会福祉が政府、社会福祉と、政府が統治の正当性を得るための重要なリソースとなると、もともと社会運動に参加していなかったような個人や団体があたかもマイノリティの代弁者であるかのような、弱い立場にある人の代弁者であるかのような顔をして資源を取るということを主張し始めたわけです。そのようにして社会運動の範囲やまあカラーというものも突然急に複雑になって、また功利主義的になってきています。说实在的，社福化虽然听起来要照顾弱势的福利，争取弱势的权益，然而实际上却更多的照顾了那些有能力执行规划和设计的优势者。近年来，性别主流化在台湾的体制化，就使得某些优势知识妇女得以用性别专家的身份进入有利的位置。忙碌地在政府各个部会单位里监督着性别平等国际公约的执行。由于这些积极的作为结合了联合国的全球治理方针，使得国族定位存疑的台湾能够间接进入长久渴望的国际政治版图。即使强势推行在过程当中产生了很多问题和不满，造成许多痛苦和冤枉，人们也敢怒而不敢言。実際正直言って、社会福祉課というのは一見弱い立場にある人の、福祉を保障し自らの権利を、彼らが取り戻そうとすることを手伝っているように見えます。しかし、実際のところ、そういう計画を実行、設計するような能力を持つような強い立場にある人の方が、多く、まあ、利益を得るような状況というのが生まれてきています。近年台湾におけるジェンダー主流化の、そういうことが台湾におけるジェンダー主流化が進んでいるという状況において、もともと立場的に、いい状況にあったような、女性知識人、女性、エリート女性たちがジェンダー専門家というような、身分を持って、ますます、利益を得られるような立場についてジェンダー平等の、国際条約の実行を進めるというようなことが起きています。こうした積極的な行動が、国連が行うような、グローバルガバナンスの方針と、伴って、国際政治の領域に参入するということができるようになっています。こうした、まあ、ストラテジーというものを強引に進めるような過程において、たとえ、まあ、多くの問題や不満を起こし、さまざまな、まあ、問題、さまざまな苦痛や、それから無実の罪、まあ、冤罪というものが起きるような状況になったとしても、民衆は何も言えないというようなことが起きています。在更深的层面上，也更值得我们反思的是，社福化所预设的道德内涵和改良倾向，也对社会运动原本可能包含的挑战既有道德、质疑现有生活安排，形成极为强势的排挤。结果，优势妇女严谨的道德价值观和情感，主导了和性和性别相关的诸多立法。不但巨细靡遗地规范了人际互动模式，例如所有的性骚扰防治，更积极地指认了，也问题化了，甚至罪行化了那些非主流的、边缘的、不寻的、越轨的主体，对社会自由反而形成了紧缩的效果。さらに、まあ、振り返らなければいけないのは、社会福祉課が、想定するような、道徳の、道徳やその開放主義的な傾向というものが、本来社会運動に、
建設されるはずの既存の道徳への、挑戦や既存の社会様式への疑いに対して強烈な、まあ、排除排斥の効果を与えてしまうということです。その結果としてもともといい状況にあった優れたいい立場にあったような女性たちというのエリートの女性たちの厳格な道徳的な価値観や感情というものが性とセクシュアリティとジェンダー性別に関わるようなさまざまな立法を進めるという状況になってしまっています。そういうことが人々の人同士の関係、例えばセクシュアルハラスメントのような状況のように現れるんですが、そのような、起きることに対して細かく規範というものを付与するとか、それから主流ではないような周辺的な、逸脱の主体、それから従順ではないような主体というものを、明確にし、それからそういうような存在を問題とし、挙句の果てに、まあ、犯罪であるというような形にしてしまうようなことによって、社会に対して社会から自由を奪って萎縮させるような効果を与えてしまっているということです。刚才提到紧缩的效果和敢怒不敢言，其实这个强制力不单单只是本地的性别政治，而是夹带了国际的价值观和力量。当社运透过国际来跟国家斡旋的时候，从社运内部到社会对话都开始产生变化，这也就是台湾社运近年来的第三个特质。这个第三个特质说，不管是推动国际公约，特别是跟性别平等或其他相关的国际公约，不管是推动国际公约或者协同国家治理，公民社会都越来越倾向于立法管理来代替说理辩论，总是采取从上而下的教化姿态，掀起强大的政治正确风潮，来赋予主流价值和立场绝对的正当性。这也就是前面说的敢怒而不敢言的来源。这种政治正确往往形成无可抗拒的行为规范，更理所当然的以零容忍来面对不循越界的行为和主体。于是我们看到一个极为讽刺的对比，社会越是自诩为多元尊重，边缘主体就越显得不可宽容，这正是排斥社会已然形成的征兆。先ほど、お話ししたようなことというのは、国際的な、流れと関わることなんですけれども、社会運動が、国際的な、関係というものを通じて、国家に対して影響を与えるというような時に、社会運動の内部に、社会との、社会運動の内部の社会との対話において変化が生まれつつあります。これが台湾の社会運動が経験持っている3つ目の特質というものです。まあ、ジェンダー教育に平等に関わるような、国際条約、それから、まあ、それに関わるような、ガバナンス、国家のガバナンスのあり方というものにおいて、市民社会が、立法管理を、通じて、説明をするということ、それからディベートをするということによって、このコントロールというものを行っていくということが、増えています。それが、まあ、上位形的なトップダウン的な、まあ、教えていく強化していくというような形をとっています。大変強い政治的な正しさの風潮を、起こすということを通じて、主流の価値観と、立場というものに絶対的な正当性を、付与するというようなことが起きているわけです。つまり先ほども言いましたが、まあ、問題があるという時にでも、起こっていても何も言わないというようなことが起きているということが、こういうことによって起きているわけです。このような政治的な正しさ、というものは、往々にして、まあ、抗いがたいような広域範というものを作っていて、それがゆえに、寛容性のなさ、ゼロトレランスというような、状況によって、従順ではない逸脱したような、逸脱的な行為や主体というものと、向き合っています。それによって、
社会が多様性を尊重するというようなことが起きれば起きるほど周辺的な主体がますます寛容できないような存在という形で現れてきています。これこそが排他的な排除的な社会というものが作られていく兆候なのです。刚才提到国际公约和普世价值与本地的 NGO 的结合，在过去十年内，这些国际其实代表的基本上是西方嘛。在过去十年内，西方先进国家的进步语言和价值，从性别平等到同志婚姻，从环保动保到健康进取，这些都是台湾主流性别政治所热烈拥抱的价值。而这些价值，这些源自于西方先进国家的价值，快速而没有太多阻挡地进入台湾，在台湾渴望上升、渴望被世界看见的民主氛围当中，形成一种道德进步主义，也就是夹带着全球化的进步的烙印，对文明进步价值表现出十足的自信、正确、自认进步的自满，然而同时却对所谓不进步的言语行为主体表达极大的暴怒和歇斯底里的仇恨等等情绪。在此变化下，原本占据社会主流位置、恪守单一文化价值的道德保守主义，和现在口称多元文化主义但是实际推崇主流价值的道德进步主义，形成了拉锯对立的现象。然而双方同时也吸收挪用对方部分的话语和策略，而在另一些层面上面出现了很诡异的河流之势。例如主张和反对同志婚姻权的不同团体都共同的拥抱婚姻的神圣稳定价值。過去10年間において、西洋の先進国の進歩的な、ディスコースであったというか価値観というものが、例えばジェンダー平等であるということから、ジェンダー平等とか、それから、同性愛者の結婚、環境保護、動物保護、それから、自己啓発的な、議論というものも含めて、それはいずれも、台湾の、性政治というものが、関わっているような価値観なんですけれども、そのような、この価値意識というものがほとんど問題なく台湾に伝わっていきました。で、台湾は、もっともっと良くなって世界に注目されたいというような意識を持っていて、台湾の民主主義的なそのような雰囲気の中で、道徳の進歩主義と言えるようなモラル進歩主義と言えるような状況というものが形成されています。つまりグローバリゼーションの中で、進歩していくというようなそういう、レッテルというものを、表しながら、文明の、進歩的な価値観というものに対して、はっきりと自信を持ち、自らとても進歩的な存在であるというような、自己意識というものを持つということです。しかし同時にいわゆる進歩的ではないというような、言語行為を持つ取るような主体というものに対して非常に、大きな怒りとかヒステリックな恨みというような感情が現れています。このような変化においてもともと社会の中で主流的な立場というものを占めていて、単一的な文化的価値観を守ろうとしていた、道徳的な保守主義者たちは、建前上は、マルチカルチュラリズムを自称するわけですけれども、しかし実は、主流の価値観を、進めるような、道徳的な進歩主義と、実際にはこのシーソーゲームというかバラ対立するような、状況というものが生まれているわけです。すいません、しかしながら、双方とも、互いの言語や、戦略を、部分的に、使いながら、部分的に、流用するということが起きているので、奇妙に、その2者というものが、共存するような状況になっています。例えば、同性愛というものを主張するような、人たちも反対するような人たちというものも共に、婚姻というものは、大変神聖で、安定した
本人であるべきだというような価値観を共有しているというようなことが起きているわけです。好，讲到这里的话，我们已经看到了从台湾的性别政治的发展和转型，看到了道德进步主义的出现与道德保守主义来一起合流。那在道德进步主义的背后，是对全球化中来自于西方主流价值的照单全收，是对于西方思想和知识的横向移植。但是为什么台湾的精英阶层对于被视为文明进步的普世价值会毫不犹豫地接受和拥抱，会焦急地要让台湾进入全球化，而且满足于全球化下面本土作为仅仅只是一个地方的角色。从历史的角度来看，台湾在冷战时期因为必须亲美以对抗中共，因此不得不走上脱亚入欧的道路。但是由于人口资源和国家力量的限制，台湾很难和同样曾经脱亚入欧的日本相比，精英阶层在社会议题和价值的设定上都没有能够走上自主的道路。而现在在我们在台湾观察到的道德进步主义，就是这个依赖发展表现在文化上的结果。这个结构上的限制也使得台湾的社会运动与民间 NGO 发展出当前所观察到的特质。道徳的な進歩主義の背後に、グローバル化の中で、もたらされ、グローバル化の中で、西洋的な、主流が、全面的に受け入れられているような状況があります。これは、西洋的な思想というものを、ホリゾンタルに、入れ込んだような状況ということが言えます。しかし、なぜ、台湾のエリート階層の人たちは、文明かつ、進歩というふうに見なされるような普遍的価値観を、何のためらいもなく受け入れているのでしょうか。そして、どうして、台湾を、急いでグローバル化の中に引き入れ、グローバル化の下で、ローカル化とするような、そういう役割ということを果たすということに甘んじているのでしょうか。歴史的な角度から見てみると、台湾は冷戦の時期に、アメリカと、親和的な関係を持つということにおいて、中国共産党と、対抗するということをしてきました。そのために、脱アニューを、アジアを離れヨーロッパ化するというような道を、路線を歩まざるを得ませんでした。しかし、台湾は人口であるとか資源、国家の力というような状況において、同じように脱亜入欧の路線を取る日本とは比べることができないような、その人口であるとか資源という面では比べることができないような状況にあります。社会的な問題や価値観の設定において、エリートの人たちというのは、自己決定的な路線というものを、歩むことができないということがありました。今日私たちが台湾で見ることができるような道徳的進歩主義は、このような、依存的な発展、というような、ものが、文化的に表現されたものであるというふうに言えます。このような構造上の制限というものが台湾の社会運動団体や NGO が今日に持つような特色というものを持つようになったという原因であるというふうに言えます。西方中心主义对于在地文化的冲击，社运角色和性质在于国家和国际纠葛的时候的转型，这些发展对于性别和性都已经形成很关键的影响，这也是我目前所关心和追踪的趋势。最后，我希望这本书的出版展现了我这些觉悟的轨迹，也再次感谢那些帮助我让这些想法能够面对日本读者的朋友们，谢谢。ローカルな文化に対する、西洋中心主義的な、見方が与えた、衝撃および、国家と、国際社会の間の、入り組んだような変化というもの、こうした、社会運動団体の役割と性質というものは、
ジェンダーと性に対して非常に重要な影響を与えています。こういうことが私が、ずっと関心を持って追いかけてきたような問題です。最後に、本書の出版が、私のこうした、考え方というものの、軌跡を、まあ、出版し、このように表すような状況にしてくれたということに対して、そして私の、考え方を、日本の読者たちに伝えるように、助けてくださった、サポートしてくださった友人たちに再び感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。この間のですね、台湾のこの10年、まあ、この本がもうの前半を書かれた後の10年間の台湾の社会的状況の変化を踏まえて、まあ、いわば10年前の性別政権や積算機の様相と、まあ、その後またどのように変化をして今の状況を迎えているのかということについて、どちらかというとそちらの方にポイントを置いてお話してくださったというふうに思います。で今の状況というのはそういう意味では日本 の、 あの状況をあの状況をどのように捉え、それでまた先ほど言ったあの同性婚の事例のようにこの法制化ということが、まあ、起きているようなことをあのどのようなパースペクティブで私たちが捉えながらどんどん進めたり、それから法改革をしておけばいいのかといった時にですね、まあ、再考を促すような視点を提示してくださったのではないかというふうに思います。であの皆さんからいろいろ質問あると思いますのでメモを書いていただいて、あの、三浦さんと志村さん の、 あのいわゆる質問に加えて、あの後でたくさん質問してお答えいただきたいと思います。それじゃあ次の三浦さんお願いします。満島のぞみと申します。あれこれ入って、ああ入ってます。はい、あの本先生今日はどうもありがとうございました。あの先ほどのお話とそれからあのこの本を今日私は初めて手に取ったんですけれども、まあ、あのこんな分厚い素晴らしい本に関わらせていただいて本当にあの嬉しく思っています。私はこの、 あの本先生のセミナー、この本では、第3章のセックスワークに関係する、章でコメントをしています。で今回本先生の夜間セミナーの記録を振り返って、あれからもう10年も経つのかと、まあ、驚いたというのが一番率直な感想です。台北市であの私、台北市の方に行って、公証制度廃止反対運動に関わったんですけれども、あのその運動に参加したのが本当に昨日のことのように、思い出されます。で、今日はあのとはいえ、10年も経っているということで、ここであのこの本の中に書いているコメントから、まあ、変わっているところもかなりありますので、今日は簡単に、最近の状況、セックスワークの状況とセックスワーカーの、運動の状況を紹介して最後に、法先生にちょっと質問をさせていただきたいと思います。まず、日本の性風俗産業の変化っていうのが結構大きいものがあります。これは1990年代後半から起きていたことですが、店舗型お店がこうある形の性風俗店が減って、デリバリーヘルスなど派遣型の業種への移行というのが、まあ、あの進んでいるんですけれども、それにどんどん拍車がかかっています。で、特に2000年代後半になってなんですけれども、全国にあった古くからの、まあ、いわゆる売春街、赤線地帯っていう時代からこう続いてきていた売春街があの次々と一斉摘発されて、もう壊滅状態にあるというふうに言われています。これはあの、あんまりその女性学とかフェミニストの人があのもっと調べたらいいのになと思いながらほとんどあの
あまりあのされてないところだと思うんですけれども、例えば、埼玉の西川口とか、あと横浜の小金町ですね、これも古くからあるところなんですけれども、あと沖縄の舞原、新町と呼ばれているところとか、あと京都の五条楽園っていうのは昔からあったあの遊郭跡ずっとあったところなんですけど、そういうその昔ながらの、売春街がなくなっています。でこれがあの警察とか、まあ、警察だけではなくて、税務署や地域自治会などによる浄化という形で、どんどん行われていて、あのほとんどのこうお店の形がある店舗型の、営業というものが、まあ、そういう地域ではなくなってしまっているということが言われています。でまた、2011年には神戸市の福原という、これも関西で有名なところですが、で本番系の店舗型業種であるソープランドですね、が17年ぶりに売春防止法で摘発されるということがありました。で売春防止法はあのご存知の方も多いと思いますけれども、本番行為という実弁日成功を、まあ、禁止しているということなんですけれども、それに対する場所提供をしているということは、ソープランドという、まあ、業種の内容が分かればあのもちろんそれに、売春防止法に、引っかかるというのは警察も知っていることなんですけれども、いつ捕まえるかとか、どういうタイミングで摘発するか、でどこまで、やるか、つまり、もう一回再営業を認めるかどうかということなどは本当にあの随意にあのコントロールされている状況です。でそれがまた2011年、それから昨年も東京吉原で同じようにソープランドが摘発されているんですけれども、まあ、警察側が急にその適用を始めたということで、また今後、オリンピックも開催されるということで、どんどんこういう動きが進んでいくと思われます。でこういう中で働いていた女性たちの声が表に出てくることっていうのはほとんどないんですけれども、別の地域に移動して働くとか、あと多いのは派遣型の業種に、くら替えをするということで、より脆弱性が高まる変化が起きているというふうに予想されます。でこの本の中で、3章に法先生があの述べられている内容なんですけれども、あのセックスワーカーはその自分たちが職業的な知恵を持って、自分たちの仕事を遂行しているっていうお話が中にあるんですけれども、実際そういう職業的な知恵を日本でもたくさん見出すことができるんですが、別業種に変わるとなると使えないものもたくさんありますし、また、派遣型の業種になると集まる機会も少ないので、こう伝承し合うという機会もないんですね。あのほとんどなくなってしまいます。ということで、派遣型業種はあの本当に、そうした職業的な知恵、今まで積み重ねられてきたものも根こそぎなくしてしまうような、まあ、そういう変化が起きているというふうに言うことができると思います。でちなみに派遣型業種、あの危険だというふうに言われているんですけれども、例えば昨年は馴染みの客に、馴染みの客の自宅に派遣されたあのデリヘル、デリバリー系、派遣の、セックスワーカーが、殺されるという事件が起きたり、あと東京でも、今年になってからなんですけれども、派遣型業種のワーカー複数の人が客にスタンガンで脅されて現金を奪われて、あと覚醒剤を打たれたというような事件も起きています。ということで、まあ、今後これがどんどんあの広くなるのではないかというふうに考えられています。このような中で、セックスワーカーの当事者たちによる運動というのは地道に続けられています。現役セックスワーカーと元セックスワーカーたちが作っているグループ、スウィートリーというグループがあるんですけれども、セックスワーカーズエンカレッジエンパワートラストアンドラブユアセルフスという、あの略なんですが、そのスウィートリーというグループは、1995年に発足した自助組織で、自分たちでこう集まって自分たちのための活動をしていますが、もう20年近くも活動を続けています。でこのグループが、今あの毎月1回大阪なんですけれども、セックスワーカーのための自助カフェですね、スウィートリーカフェというのを開催したり、あとあのこれ最近出したハンドブックなんですけど、セックスワーカーと、まあ、支援者のためのサポートハンドブックということで、スイートリーとあと HIV 人権情報センターが一緒になって、作るということなどが、行われています。で、今日ちょっと何冊か持ってきているので、興味ある方はぜひお声掛けください。
こういうそのハンドブックの中にはスイートリーが今までまあこういろいろ外部の人から聞かれてきた風俗のその何でしょう、で働く人を支えるためにまあこうどういうことができるかとか、あとこれは言ってはいけないっていう NG ワードとか、あとは風俗産業と法律っていうようなことのまとめなんかを入れています。あと来週末には大阪でそうですね、これの観光イベントを行うんですけれども、関西からいらしている方はぜひ Facebook や Twitter でも情報を発信しているのでご覧ください。それでそうですね、こういう活動に、セックスワーカーたちの活動が少しずつ続いているんですが、こうした活動に女性運動とかあとフェミニストグループの関与っていうのはやはり相変わらず低いです。法先生がいらした時にフェミニストはなぜセックスワーカーのことを読み解けないのかというテーマでお話しいただいたことに私がコメントさせていただいたんですけれども、やはり、女性運動とかフェミニストからの協力はなかなか得られないということをよく聞きます。ただこれは、日本で女性運動全体が、まあ、低迷していることとも私は関係があると思っていて、セクシャルマイノリティの話題っていうのは結構いろんなところで聞けるようになったので、まあ、それに伴ってセックスワークのことも割とこう話せるようになるんじゃないかなという期待も多少しています。一方でセックスワーカーの、当事者運動は今労働運動とのつながりが、どんどん深くなってきています。2009年には東京で、キャバクラユニオンというものが、まあ、結成されて活動しているんですけれども、性的サービスの提供のない、いわゆる水商売で働く人とか働いていた人の、ユニオン労働組合があって、でそこがこう結成した後いろいろ問い合わせが増えたということで、各地の組合でも、性風俗産業で働く人が、まあ、相談に行くということが少しずつ増えているそうです。で京都で、まあ、活動している他のセックスワーカーのグループで、明日ちょうど明日なんですけれども労働組合の使い方ボリューム1セックスワーカー編というトークイベントを開催するということで、ついに、労働組合所属のセックスワーカーと、全然所属してないセックスワーカーがこう労働組合って本当に役に立つのというような話を、していくということで、なんかいろいろ広がりがあるんじゃないかなというふうに期待されているところです。で、ちなみにですねこの本の中で、私の所属として書いている台北市の、交渉制度廃止反対運動を日本で紹介してきた、ウニドスというグループがあるんですけれども、そのウニドスも関西 で、活動していました。なんですが、その後、私も含めて、メンバーがこう引っ越したりして、現在では自然解散という形になってしまっています。でまたソーシュという、これはセックスワーカーの労働現場における健康問題に取り組むグループなんですけれども、ソーシュの方は、また、スイートリーとは別な形で、まあ、あるいはこう一緒にやりながら現在も活動を続けているという状態です。ということで、最後に、法先生に伺いたいことを、2つ挙げたいと思います。まず日本では、セックスワーカーをめぐる動きは今紹介したようなものなんですけれども、現在、台湾でのセックスワーカーをめぐる状況はどのようになっているでしょうか。私が2000年前後に台北でお世話になったコズバスというグループがあるんですけれども、コズバスは、交渉制度が台北で廃止されるという時に、実際に働いていたその交渉たちを支援して一緒に運動を作り上げていたグループなんです。で女性の労働運動をやっている人たちが結構たくさん入っていたり、そうですね、民族的にマイノリティなグループがこういろいろ入っていたりという多様なグループだったんですが、コズバスは、現在、ホームページで積極的に活動しているというのは見ることができるんですけれども、台湾の言葉で漢字で書いてあるのであんまり内容がわからないんですね。で数年前には台北市で工匠たちの、博物館として公開していた建物が、これは日本軍が建てた工匠 の、召喚なんですけれどもが、立ち退きにあって裁判をしているという話を聞いたんですけれども、まあ、その後どういうふうになっているのかという点をお聞きしたいです。でまあ、法先生が10年以上前から関わっていらっしゃるセックスワーカーのグループが今どうなっているか、
また、現在のセックスワークをめぐる台北の社会状況、特に、主流派のフェミニストたちの対応が、この10年でどう変わったのか、あるいは変わってないのかというところをお聞きしたいと思っています。先ほどのお話ですと、運動がその社会福祉化しているということで、おそらくセックスワークなんかは真っ先に排斥される対象なのではないかなと思うんですが、どういうふうに変わったかをぜひ教えてください。長くなりましたら以上で終わります。ありがとうございました。三橋純子です。方先生、本当にご無沙汰しております。2005年の7月にソウルで開催された第4回のインターアジアカルチュアルスタディーズカンファレンスでご一緒して以来ですので8年ぶりということになります。今日はお元気なお姿に接して、また久しぶりにお話を伺ってとても嬉しく思いました。半年前に又地先生からメールをいただきまして、方先生の講演録の出版について、それが再開したということを伺ったときに、真っ先に思ったのは、本当に、方先生の講義の連続講義のコメンテーターをさせていただいたのはいつだったろうということを思いました。正直言って、何年ということがすぐに浮かびませんでした。自分の仕事リストをチェックして2003年7月のことだった。私は連続講義の最後の、第5回のコメンテーターをさせていただきましたので、2003年7月のことで、ちょうど10年前ということになりました。それでいろいろ思い出しまして、方先生を、講義の後ですね、夜の新宿の街、私のフィールドであります夜の新宿の街を、ゲイタウンの2丁目から歌舞伎町まで、ずっとご案内したのを、非常に懐かしく思い出しました。またコメンテーターをさせていただいたご縁で、その年の12月に、方先生の台湾国立中央大学性スラッシュ別研究室主催の、ミニシンポジウム、その時にトランスジェンダーって中国語だとこうなるんだと、それは方先生 のご翻訳なんでしょうけども、個性別新世紀という、国際ミニシンポジウムに、パネラーとして、呼んでいただきました。これが私の女としての最初の海外経験で、それまで日本に限定されていた私の視野を、海外に開くきっかけになりました。シンポジウムの後で、方先生に連れてっていただいた旧召喚地区ですね、先ほど水島さんのお話にも同じでしょうかね、春放浪茶館、日本語の発音ですけども、という場所が資料館になっていまして、そこで、実際にそれまで働いていた女性たちとお話を伺って、周囲もいろいろ見学して、それが非常に大きな衝撃でした。トランスジェンダーのことよりもむしろ、セックスワークに関してセックスワーカーに関しての、台湾での見聞っていうのが非常に印象に残っております。
私も歌舞伎町の、あので女になった人間ですので、バーガーシュンという問題はセックスワークの問題は、まあ、身近な、問題ではあったんですけども、それほどやっぱり切実な問題とは考えていなかった、それが、まあ、台湾での経験で、まあ、自分の今までの認識というものをもう一度作り変えることができました。それから、まあ、トランスジェンダーに関しては、ホー先生のご紹介で、まあ、私が最初に書いた論文、まあ、日本語で言うと現代日本のトランスジェンダー社会、まあ、新宿の女装コミュニティを中心にという分析を、まあ、インタージア、カルチュラルスタディーズに、英文で載せていただくことができて、まあ日本におけるそういう状況を世界に知らせるっていうことも、その時にできたんだと思います。でその後、今本当に先ほども本ご本この本のそのコメンテーター一覧を見ていて、あ本当にそうだったんだなと思ったんですけども、今は亡き竹村和子先生のご尽力で、2005年度にお茶の水女子大学でトランスジェンダー論という講座を持たせていただきました。これが日本で日本の大学で多分最初のトランスジェンダーの専門講座になったと思います。残念ながら1年限定でしたが、その時の内容をその時の講義内容をベースにして、日本における女装の社会文化史をまとめて2008年秋に、女装と日本人という署名で、講談社現代新書から出版することができました。その中で、私はもちろん日本のトランスジェンダーの歴史を、書いたんですが、同時にそのトランスジェンダーの存在というのは、現代的な一時的な現象ではなく、日本の歴史社会、歴史そして社会の中で、さらにはその世界のどの地域、どの時代においても、普遍的な存在なのだと、普遍性を持つものなのだということを、まあ、明らかにしたつもりですが、そういう発想を得ることができたのも王先生が、私に広い外の世界を見せてくださったからに他なりません。まあ、そういうことで王先生とのご縁がその後、まあ、お茶の水女子大学とのご縁になり、私の現在の研究の、まあ、出発点になったわけです。さて自分の話ばかりしてるわけにもいきませんので、少し、だけ学術的なことも申しますが、2003年の講義で、ホー先生はその台湾では1988年に、まあ、性別適合手術が認められたことによって、トランスジェンダーはその性同一性障害とそれ以外の人たちの2つのグループに分断され、そして性同一性障害の人々が社会的承認を得て社会の中で一定の保護を受けられるようになった一方で、その性同一性障害ではないトランスジェンダーたちはさらに厳しい状況に追い込まれたという、そういうお話をされました。それについて私はこれ原稿にはないんですけども、ちょうど2003年7月というのは、日本において、まあ、性同一性障害の人の、戸籍を変更する、そういうことを認めた法律が、できた、時でした、確かその直後ぐらいに舘先生となんかそんなことを、舘先生にそんな質問をされたような、なんでこれこんなんで早くできちゃったのって言われたような気がしたんです、記憶があるんですが、つまり偶然なんですが、非常に日本のそういう、まあ、トランスジェンダーをめぐる
社会的な、まあ、問題についての一つの転換点だったわけです。でそこで、それについて、私はあの、まあ、法先生のお話についてその日本の場合ですね性別適合手術の、まあ、公認が、台湾に比べて10年遅かったあの、まあ、あの細かいこと言うとあの日本ではあの性別適合手術は世界的にも非常に早くから行われたんですけどもそのパブリックな形で認められたのが台湾より10年遅れたと、実際手術が行われたのが1998年ですから本当に10年遅れたわけで、したがってその、まあ、性同性障害あるいは性別適合手術を受けた人への対応あるいはそれに伴う現象というのは、ちょうど日本と台湾は台湾に10年遅れて今日本が同じ現象が進行していると。したがって法先生の台湾での分析は日本のトランスジェンダーとその社会との社会のありようとのについて大きな示唆を与えるだろうというコメントをしたわけです。でその後、まさに2000年代の日本の状況はあの法先生が示唆されたように、性同性障害概念のルフによってトランスジェンダーが、まあ、分断されていく、性同性障害の人々も実はその、自分たちの性のありようが、本当に認められたのではなくて、いわゆる女になる男になるという形で、戸籍的に、それぞれ、性別二元性のシステムの中に、回収されるという形に、そしてそれが、正しい道なのだという形に、そういう方向に進んだわけです。で2000年代というのは世界的に見ると、まあ、90年代に最終的に達成された同性愛者の脱病理化とに続いて、性別を超えていきたい人たちトランスジェンダーの脱病理化ということを、が、まあ、世界的にはそういう方向に、進みつつあるわけですが、日本では、全くそれと逆で、性同性障害概念による性別移行の病理化というものが、徹底される。それによって日本のトランスジェンダーの多くは、まあ、医療と法律によって、まあ、がんじがらめ、まあ、ハードにあの拘束されてしまうというそういう状況になったわけです。同時にその性同性障害という立場を取らない、まあ、私のようなあの非 GID 系のトランスジェンダーはまさに社会的に失速せざるを得ない、伝統的なトランスジェンダーコミュニティも衰退を余儀なくされていったわけです。そしてさらにその性同性障害の主流派の人たちが、自分たちは性的マイノリティではない、性的マジョリティに組み込まれるべき存在なのだという立場を取ったわけで、その結果性的マイノリティとして社会に訴えかけていこうとするゲイ、レズビアン、バイセクシャルとの連帯が非常に困難になってしまっているというのが現在の日本の状況です。性同性障害の人たちは自分たちはトランスジェンダーではないという立場を取ります。つまり T ではない、G だと。そうすると LGBT じゃなくて LGBG になってしまうわけでありまして、あるいはそこに並ぶことすら、拒否しているわけですので、日本において日本における LGBT の連帯というのは実質 LGB にとどまって T の部分が大きく欠落してしまっているというのが日本の2000年代の状況でありました。まあ今でもそういう状況なんですけども、しかしようやく2010年代になって研究者の間にもそういう病理化の方向に懐疑的な動きが出てきています。病理化を推進しようとする勢力はまだまだ強大ですが、流れは徐々に変わりつつある。
私たち脱病理派は、まあ、徐々に、まあ、反撃の拠点を築きつつあるというそういう状況です。また伝統的なトランスジェンダーの世界をリニューアルするような動きも、まあ、特に2000年代に入って活発化しておりまして、まあ、大体00年代の終わり、2008年9年ぐらいから、そういう動きが目立ってきまして、まあ、中国語で、偽娘と偽情というふうに訳しているようですが、化粧男子とか、女装男子とか、あるいは男の娘と書いて男の子と読ませるような、若い、まあ、男性のトランス、まあ、トランス何なんでしょうね、トランスジェンダーなのか、そういう人たち、それから、今年に入っては、まあ、昨年の末あたりから気配があったんですけど、今年に入ってから男装女子、今までにそういういわゆるいろんなセクシャリティのカテゴリー、ジェンダーセクシャリティのカテゴリーの中で、まあ、ちょっとそこがこう空白になってた、その男装する女の子の、がだいぶ社会的に注目を日本では、まあ、されるようになってきております。まさにそういう男の子にしろ男装女子にしろ、その今はクールジャパンの一翼を担う、まあ、現代の日本の文化として、世界的な注目を、まあ、集めつつあるわけです。で、2010年の2月に NHK ワールドが、まあ、ボーイズウィルビーボーイズっていう、男の子は男の子になるんでしょうかみたいな、と題して新しい女装カルチャーを取り上げて、まあ、NHK ワールドですから世界に多分出てったはずなんですけども、来年1月にはやはり NHK ワールドがファッション系の番組、かわいいインフォメーションというかわいいインターナショナルっていう番組で、男装女子を紹介するようで、来週実は私コメントを録画通りがあるんですが、まあ、そういう日本のトランスジェンダーカルチャーというのは、まあ、世界に、今出てどんどん出ていってると。でその一端はおそらく台湾にも届いているのではないかと思います。まあ、そういう状況で、まあ、日本の状況をちょっとご説明をしたわけですけども、この10年間、まあ、一人のトランスジェンダーとして、あるいは一人の研究者として、社会の中で何ができるか、何をすべきかを考えながら、私なりの、まあ、努力をしてきたわけですが、まあ、性同一性障害の大流行の時期に、ちょうどこの10年間というのはまさにその性同一性障害概念の大流行期だったわけで、私のように非 GID の立場を貫くのはいろいろ大変だったんですけども、やっと少し空が晴れてきたような気がしています。まあ、それで、まあ、今回原稿をもう一度チェックして、少し新しいことを書き加えさせてほしいとお願いして、まあ、主に自分の限られたスペースなので、自分のやってきた仕事をちょっと振り返ったわけですけども、まあ、2003年に方先生の講義を伺って、まあ、その時に確認できた方向性は、私やってきたことはそんなに間違ってなかったんだっていうこと、それからもちろん方先生にいろいろ教えていただいて新しい示唆を得たということ、まあ、それがいかに大きかったのかと、別にお世辞ではなく、ほとんどその路線の上に私はやってきたような、気がしております。改めて、学音に感謝申し上げます。で、法先生も私も10年経てば10歳年を取ったわけで、正直、今日お目にかかるまで、少しお年を召されたかなというふうにも思ったんですが、お会いしてみたら全くお変わりなくて、相変わらずアグレッシブで、素敵でとても嬉しかったんですけども、まだ
私も先生も私もやらなければならない仕事があるわけで、次の10年またよろしくお願いいたします。ということで、拙いスピーチです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ、振り返っていただいて私もいろいろ思い出すこともありましたけれども、この三橋さん の, この今まで の, その経緯とかその最近の著書はこの本のですね134ページにリストがしっかり載っておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。質問ちゃんと原稿には質問を書いてこなかったんですけど、やはり現在の、はい、台湾における現在の台湾におけるそのトランスジェンダーの状況、特に日本との対比で、その病理科の問題、について、お話しいただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。特に私もいろいろなお話が出たので、ホ先生が話しやすいところでいろいろリプライしてくださるのかなと思っておりましたから、その点もありますが、まあ、特にですね病理科の問題に関わっては特に三橋さんの場合なのは非常に大きなテーマでいらっしゃいますので、皆さんと一緒に考えていただけるためにも質問していただければと思います。ご質問に答えていただければと思います。ですね、それでこれからリプライをしていただくんですが、もし本先生がお答えしやすいと思うので、皆さんが今ここでこういう点にも加味してリプライしてほしいということがありましたら、ここで質問を受けますので出していただきまして、まあ、いろんな話の文脈でその点についても言及するということをした方がリプライがしやすいということもあると思いますので、どなたか関連してこういうことを質問したいということがありましたら、ぜひ今出してください。はい、じゃあどうぞ。2つ質問、あ、こちらの宇宙市大学で新規やってます、こんにちは。2つ全然違う質問がありますけれども、1つは法先生の、講演の中で出てきた社会運動と国家との関係に対して、もう少し具体的に、話をいただければいいなということがありまして、で2つ目の質問はさっきの三橋さんの質問に加わってのことなんですけれども、病理科だけじゃなくて全体にもっと大きく考えてメディカライゼーション、医療化という問題設定から考えればどうかなということもあるんですけれども、ちなみに、病気だということを言うということは一歩あるんですが、病気だから治すということもあるんですけれども、ということより整形のように、ちなみに体を自分がとか自分ができる限り、または社会規範に合わせて、医療の技術が進んでいるので、それに合わせて改善していくという圧力および自分の主体的な行為というところも含めて、お話が聞ければいいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。セックスワーカーなどに興味を持っている方もいらっしゃると思いますが、はい、どうぞ。ちょっと今それについて直接というよりも、法先生のお話の中であったことはちょっと私の中で分からなかったことを聞いてもいいですか。はい、法先生は3つに分けて台湾の社会運動の特性について話されていたと思いますが、その3つ目のところで、社会運動に関わる人たちが自分たちは台湾は進歩的なんだということで、はい、どんどん自分たちの地位を高めていくような動きがあったというふうに私は理解しましたが、その時に非進歩的なものに対してはこう言ってはなかったかもしれないですが、攻撃的というか排除するような傾向が強い。その非進歩的なものというのは具体的には何を指しているのか、それがまず一つ知りたかったです。
そしてもう一つあるんですが、この NGO などの社会運動に関わる人たちが、まあ、政府と強いつながりを持って、まあ、いろいろ力を持ってきたということですが、方先生のお話の中では政府とのつながりの方を主に、お話しなさっていたような気がしたのですが、 NGO 同士というか、まあ、その社会運動をしている人たち同士のつながりについてはどのような形があるのか、それももう一つお伺いしたいと思いました。はい、今の問題では今日の話に一つ、今日 の特に質問、報告に関連した質問だったと思いますが、そこは先生にもぜひお答えいただきたいと思います。で他にいかがでしょうか、何か関連、どうぞ。はい、お話ありがとうございました。ウィメンズアクションネットワークという NPO で、メディアの担当をしております、厚田と申します。お話の中でですね、運動団体がその社会福祉団体化していくという話がありまして、これはまさに日本でも95年のですね、NPO 法成立、そして現在の認定 NPO 法人化に伴って、まさに進行中の事態でもあると思います。ただその時に、主流化されなかった非主流化という非主流というふうに位置づけられてしまった団体がどのような状況になっていくかというと、一つはやはりですね、国家からの資金の分配や資源の分配も受けられないんですが、社会的な信頼というものを失っていくという現象が起きているというふうに思います。でその点について台湾の状況ではどうなっているのか、またそれに対して何か対抗的にですね、社会的な信頼を失うということは資金集めの手段や方法を狭められていくというようなことでもありますので、そういったようなことに対する具体的なもし動きというのがあれば教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、社会的信頼を失っていくことは NGO が今現在、ちょっと補足いたしますと、はい、今現在NPO の中で認定 NPO 法人を、何としてでも取らなければならないと、まさに社会福祉との関係で大きくそういう状況が進行しているんですが、おそらく数年後認定 NPO 法人を取れてない団体はほぼ資金集め寄付集めの手段を失っていくだろうと、というのは税制の優遇がかなり認定 NPO 法人に対してはなされますし、で、そういったところは要するに国家のお墨付きをいただいて信頼性におけるきちんとした団体であるということが証明されたというようなことになっていくわけですね。そうするとやっぱり寄付をしたいという人たちはどうしてもそういったところに従いますから、それ以外の団体は信用ならないのではないか、いい加減なのではないかというふうに見られてしまいがちになるということです。わかりました。非認定の NPO はお墨付きを得てない方がの問題というのが起こってくるないかということですね。だから、はい、普通の社会団体、はい、NPO 法人、はい、そして認定 NPO 法人、はい、3段階になっているんですけども、はい、わかりました。伝わりました。大丈夫でしょうか。いや、こちらの総合先生に。もしあれば、そうそうですか。はい、お願いします。総合先生と学ぶ。今天谢谢感谢你的讲演。就是我想问的是那个日本也是96年在日本成立非NPO 法律，然后那个很多社会团体成为 NPO， 然后现在呢又国家有一个NPO 的资格认定 NPO， 就是那个就是很认真的是有规模的就是正式的团体的证明。然后那个现在我想问的意思就是那个你说的那个主流化，关于这个社会团体的主流化，就是那个进行国家进行社会团体的主流化的时候，非主流的团体是这样社会心内，就是我觉得非主流的团体失去社会的信赖，然后那个也失去收集社会资源的手段，这样的情况现在日本很
到处可以看到的。关于这件事，在台湾有什么类似的情况呢？还是那个社会团体中，当然我们社会团体也不是很愿意参加这个社会福利的政策，但是呢，我们觉得现在被迫选择参加还是实际社会训练，社会资源的这个状况，在台湾有什么社会团体的对策吗？明確に伝わったと思います。他に大丈夫ですか？はい、じゃあ、はい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 、強いことをして、質問してちょっと面白くないんですけど、トランスジェンダーに関する現象について質問があります。林先生のコメントも、ホウ先生の当時のこのレクチャーの中でもトランスジェンダー その病理化が進んでいるということが言及されているんですけど、最近 の動きというと、例えばさっき三田先生のスピーチの中でも出てきた、男の子とか男子女子というようなカテゴリーが出てきているというわけですが、それを病理化というよりも私個人的な観察なんですけど、例えばいろんなテレビ番組でも出てくるこの男の子とか化粧男子みたいなカテゴリーが、それはもともと固定化したジェンダー役割、あるいはその何ていうかな、ジェンダー役割がもともと固定したなんですけど、でも今だんだんちょっと変わっていって、でそのジェンダーのパフォーマンスがちょっといろんな多様性が許容されているようになっているわけですけど、でもそのセクシュアリティの面に関しては、例えばの化粧男子とか男の子たちは女性の服装をしているんですけど、でも実は私は女を愛している異性ですということがすごく強調されているということが私がの最近の観察ですね。これは もちろん民放 のテレビ局 の捉え方なんですけど、でもこのような現象、つまりジェンダーパフォーマンスがだんだん多様化していって、その多様化も社会に容認されてきているという状況の反面に、セクシュアリティは依然として異性愛という固定の概念がすごく逆に強調されていた、されていると思います。このような状況について、三橋先生とか高先生にどういうふうにお考えでしょうか？はい、以上です。とりあえずこのぐらいでダメだと思いますので、また交流会の時とかは個人的に進行をついていただきたいな進行していただきたいと思いますけど、コメンテーターお二人の方と、それから3人4人の方からの質問が出ておりますので、関連付けられるものはまとめて話していただきたいと思います。じゃあ、非常非常感谢大家提这么多很好的问题，我好像还蛮久没遇到过这种场面了。因为在台湾的话，有时候辩论的空间越来越少，大家懒得跟你辩论，大家就是抢资源还来不及呢。本当に
実はこのように豊かな、議論というものを皆さんがしてくださって本当に感謝しています。台湾の中ではやっぱりすごくこう言論の自由な言論ということはとても難しいような状況になってきてますので、なかなかこういう状況というのは生まれにくいというふうに思っています。我特别要谢谢学长先生跟三桥先生 的回应，因为 有一刹那我会以为我又回到了2003年，当时在那个演讲系列的时候跟他们对话， 那种感觉是 很微妙的。まあ、特に、水島先生、三橋先生 のお二人が、今日スピーチをしてくださり、ご質問してくださったということについて本当に嬉しく思っています。2003年に、夜間セミナーの場で、交流をしてっていうことがあった上で今日のようなこう機会があるということについて、まあ、大変、まあ、得がたい機会だというふうに思っています。因为问题比较多，那在时间有限的状况下，我可能用比较简单的方式回答。那比较详细的话，各位可以看书，也可以以后写 email， 不过要写中文或英文，我才能够阅读。我也很乐意跟大家继续做这方面的讨论。時間が限られてますので、まあ、本当に簡単にだけお答えするということにして、詳しくお話をしたい、知りたいという方はもちろん本を読んでくださったらというふうに思いますし、それから、E メールであれば中国語であっても、英語であっても私はコミュニケーションできますので、ぜひその形でお願いします。我先从池岛先生提问开始啊，关于台湾性工作者的状况，我觉得这个是很有趣的一个例子，就这个例子就是表面上看起来是一个很进步的作为，到最后会产生一个很不好的后果。那这个例子是什么呢？就是台北工娼1997年抗争到1998年，给了他们2年的缓冲时间，然后经过这2年以后他们正式走入历史，也就表示在台湾性工作全面非法了。当时的日日春关怀协会，也就是性工作的团体，水岛先生也知道的，这个团体就开始带领着台湾的这个少数的群体开始奋斗，希望能够争取一个机会把性工作这个非罪行化，能够除罪化。セックスワーカーの状況については、大変いい事例があります。これはもう一見進歩的な、状況のように見えますが、結果的に起きたことというのは大変良くないことでした。台湾では、まあ 2年かけて、セックスワーカーの、というものが結局、まあ交渉制度という言葉が、交渉制度が、不法化されたということがあって、結局2年後に不法化されたんですけど、その中で先ほどお話しされた、団体英語名であったと思いますが、そうですね、コズモスというものが先ほど、お話がありましたものが、ありましたね。それというのは、まあ、その中で大変奮闘したということがあります。まあ、しかし結果的にはそのセックスワークというものは、犯罪という形になってしまったということです。台湾有一条法律叫做社会秩序维护法第80条，那他认为性交易是违法的，可是这里面触犯了法律的是那一位卖性的人，也就是性工作者。那日春在过去这十几年的努力当中，就希望这一条法，这一条让性工作罪行化的法律能够去除掉。经过了这2011年终于修法了，可是修法的时候很有意思，修法的改条文的方向就是把这个条文改成了性交易非法，很简单的，就性交易就是非法的，后面有个刮胡补充，如果在该地的县市 prefecture 这个县市如果有设特殊的性工作专区的话，在专区之内就不处罚。可是这个条文是很有意思的，因为主要条文说性工作非法，然后最后才说有专区的地方 不受限， 不会被视为处罚。问题是没有一个县市敢设
性工作专区，因为那个污名太大了 ，stigma， 那个污名太大。你如果有一个县市长说我要设，保证所有的妇女团体就跳起来了，就说这个县市长怎么可以做这种事情？所以没有一个地方有专区，因此这个法表面上修掉了，而且他当时修掉的理由是说，这样的法律如果只是罪行化那个卖性的人，那卖性的人多半是女人，那么这样一个法律就是性别不平等的法律，所以在性别平等之名之下把这个法律修了。可是修完以后呢，娼也不行，嫖也不行，通通都变成非法。这是我想要讲的，这个在一个进步的理念之下，它设出来的法律其实造成一个非常紧缩的效果。すみません、社会秩序違法法、社会秩序保護法ですね、すみません、パッと追いつけなくて、社会秩序保護法という法律ができていて、それを2011年までに、この修正しようという方向で動いてたんですけれども、その時に、大変こう革新的なように聞こえるという条項が盛り込まれました。というのは、セックスワークのトップというものを作るということですね。でそれによって、そこではセックスワークが違法にならないというようなことになるはずだったんですけれど、現実的にはしかし、そういうような地域ではセックスワークが合法になるはずのところが、しかし現実的にはそれを導入するというような件というものは一切なかった。なぜならば、やっぱりそれを導入するということがスティグマを伴うような、問題であるからっていうようなことです。で、現実的にこういうような社会秩序、保護法というものを、推進したりとか、それを修正したりとかするっていう方向は、ジェンダー平等を目指すというような、方針の中で、求められるようなことなんですけれども、実際にはセックスワーカーは女性がほとんどですから、その中で、その修正法律が作られたりとかするっていう状況が、ジェンダー平等を求めるような状況であるにもかかわらず、女性がそれによって、なかなか大変な状況になるっていう意味では、ジェンダー不平等な状況をもたらしているっていうふうに言えます。所以简单的回答是、目前在台湾性交易非法。そういう意味では、結局、セックスワーカーの人たちというのは非合法な状況にあるというふうに言えます。那日日春关怀协会作为最主要的性、工作的这个团体，目前还在奋斗当中。我们觉得最可喜的就是最近这两年，他们其实有开辟一些新的、跟性工作相关的领域。コスモスという性セクワーカーの支援団体は、今もすごく頑張って、セクスワークを合法化という方向に、進んでいるんですけれども、でも最近、近年では、いろんな、新しい支援団体と支援の方法をこう開発したり、セックスワークを支援するような、新しい形の何ていうかな、その活動が最近かなり活躍しているようです。はい、这里有两个领域 是非常有意思的发展。第一个领域就是嫖客。那过去的话，性工作的研究多半是针对性工作者，那跟性工作者进行交易的另外一边却是没有声音的。那日日春关怀协会在过去这几年当中跟嫖客开始建立团体，同样的，在香港的紫藤另外一个性工作团体也发展了他们的嫖客的组织。换句话说，性交易的双方现在都开始有声音出来，使我们对于交易双方的个体有更多的认识，对于性交易的性质也有更多的认识，这是一个很有意思的现象。
セックスワーカーの側で、まあ、基本的に今までの運動っていうのはセックスワーカーの運動だったわけですけれども、いわゆる、買う側の、運動というものも進みつつあります。でこれというのは香港でも同じように、セックスワーカーの、まあ、買う側、消費者の側の運動というものが起きつつあるんですが、このように双方向的な運動というものが、高まっているというようなことがあります。那第二个我觉得非常有意思，也让我们重新去思考一些问题，就是最近这几年日日春跟残障团体团结在一起，然后开始去理解残障者的性需求，这部分是从来也没有人想过的问题，总觉得大概一个人下半身没有什么用处以后就也没有任何的欲望或需求了。可是这几年日日春跟残障团体结合的结果，却从残障者的身上听到了很多他们对于身体的想法、感受以及他们的渴望，因此残障的性需求变成另外一种对于主体需求的认知。もう一つは、これまで全く考えられてこなかったということなんですけれども、障害者の性の問題について、考えるというような動きが、起きています。今まで障害者たちに対してのイメージは、まあ、体が不自由なので、そのセクシュアリティはその性に関する欲望はもちろん あまり人々にはあまり考えられなかったことなんですけど、でも最近はこのコスモスという団体が、セクシュ障害者たちの団体とこう組み合わせて、障害者のセクシュアリティとかその自らの身体に対する考えとか欲望についていろいろ語り合って、ようやく障害者のセクシュアリティという課題がどんどんいろんな人に認識されるようになっています。这个也可以说间接的回应了刚才最后所问到的 NGO 跟 NGO 之间的某种可能的连结，就是原来好像不相干的团体在连结以后，其实使得我们对于性工作、性交易的认知更宽广，我们开始知道嫖客的想法，我们开始知道我们一直以为没有性的那一种残障者的那个想法。我认为这一类型的资料和知识和关系的建立，其实对于性工作运动的发展是非常非常有益处的。これが先ほどの質問の中にもありました。社会運動の間内部での社会運動同士の関係というものにも関わってきていると思います。それまでは例えば、セックスワーカーの買う側であるとか、障害者の性であるとかっていうことについて、セックスワーカー側は感知していなかったし、逆のように障害者団体とか、一般人たちっていうのはセックスワーカーの条件についてそれほど関心を持っていなかったということがあるんですが、こういうような、まあ、双方の、運動というものが起きているということで、セックスワーカーの運動に対しても大変意義深い変化が起きているということが言えると思います。最後一個要回应学导先生的是，一主流女性主义者对于性工作的态度有转变吗？没有。二社服化的这个趋势会不会对于性工作的存在有特别的影响？我的回应是，社服化本身有极高的道德性，所以其实并不会包含性工作者在内，他的社服就是要拯救性工作者离开这个行业而已，除此之外没有什么其他的社服的方向可以想。フェミニズムの中で、まあ、セクシュアルカーのたちの問題に対して、変化があったかというような、ご質問がありましたが、それは、まあ、ないとお答えしておきます。2つ目に、社会福祉化ということが、どのよう何か、まあ、いい変化をもたらすかどうかということですけれども、まあ社会福祉化というのはもうそれそのものが、道徳主義的な価値観がすごく大変強いので、まあ、その、基本的に、まああまりいい変化はないというようなことを言ってます。というような状況です。好，接下来我回应三桥先生的这个回应。其实很有意思。2003年我在东京的时候，三桥先生当时最大的一个关切，也就是这个跨性别者没有办法改变他的户籍，因此就根本没有办法改变他的身份。那很高兴知道2013年终于通过可以改户籍，不过因为我不知道详情，所以我不知道这个改户籍本身是不是有很复杂的要求，以至于这个改也没那么容易，这个我就不太清楚。只是有机会能改，
是一件可喜的发展。GID 法の戸籍上の変更が認められたというこの法律の動きは先ほど橋先生からお伺いしましたけど、法律に対してはあまり詳しくないので、この変化自体が一体いい結果をもたらしたのか、それともそんなにいい結果じゃないということについてはあまり詳しくないんですけれども、変化、どういうふうに変化するかというについては、それは簡単に変えられるのか、それとも実際はすごく難しくて、結局変更できた人がほとんどいないという状況なのか、それについてちょっとお伺いしたいんですが、その変化、戸籍の変更が法律上に認められたということ自体が、いいことなんじゃないかなというふうに今お考えです。那另外三桥先生提到很多最近的例子，就是跨性别在媒体上面的展现自我。其实在十年前，台湾的通俗媒体、电视媒体也有很多这种跨性别者出来，然后大家来猜他的身份，他到底是哪一个性别的这一类型的节目。近年来的话，台湾的话有一个特别的现象，我不知道可能在日本还没有，就是有很多的跨性别的现身是在学校里面，也就是年轻的孩子。大概十几岁的孩子在上国中或者高中的孩子，那在学校的环境里面，因为强烈的要求要穿着符合性别的制服，所以呢，在学校里面跨性别孩子的年龄层下，又很年轻的孩子就开始使用在台湾比较流行对于校园的威权的抗争作为一个理由来争取他们可以穿自由穿着衣服的权利。换句话说，学校如果规定他们都要穿裙子，他们就集体出来抗议说我们要穿长裤，因为我们觉得这样比较方便，我们觉得这样比较安全，有各式各样的理由。但是在校园里面，因为有个校园的权威，所以学生出来抗争要求他们身体自主权的时候，往往有很大的正当性。因此这一块在校园里面争取跨性别学生有他穿着自由的这个权利，在台湾特别的明显，而且效果还不错。トランスジェンダーとメディアの関係についても三橋先生の方からお話がありましたが、台湾でも10年前の状態から状況から、例えばテレビ番組においてこの人は男でしょうか女でしょうかっていうことを当てさせるような番組というものはあったわけです。で、最近の状況について大変意義深いことがあるということを例を挙げるのであれば、学校における、トランスジェンダーの、と言えるような状況というものが興味深い事例としてあります。例えば、典型的なのが、10代の前半中高生のような、若者たちが、学校で制服を着なければいけないわけですけれども、それは、往々にしてトランスジェンダーの下にとっては大変居心地が悪いようなことってのをもたらします。でそれで学校の中でさまざまな理由をつけて、例えば長ズボンの方が長ズボンの方が便利であるとか、そういうような理由付けをすることによって制服の自由っていうものを勝ち取るような動きっていうことが鮮明になってきています。その点でこのような実践というのはなかなか意義深いような結果をもたらしているというふうに言えるんじゃないかと思います。至于跨性别的 GID 身份，在台湾的话比较复杂一点，因为通常只有在例如服兵役的时候啦，比较特别会把这个身份标示出来。在其他的方面的话，只要你能够在医院里面去新陈代谢科挂号，然后跟医生讲说你有什么什么样的问题，能够拿得到适当的荷尔蒙，很多我们的鸡鸡朋友就满意了。他只要能解决他的荷尔蒙来源，他就可以活得下去，他就能继续进行他的身体改造，对他来讲他就可以。所以 GID 的身份与否一直没有成为在台湾非常强的非常主流的一个争夺的议题。GID の状況については、複雑な状況に、あるわけですけれども、例えば病院に行って治療を受けることについては、ホルモンを、注射とかを受けることだと思いますけれど、そういうようなことが、
可能ちょっとします。例えば病院の退社官にいてホルモンをもらうことができたら、まあ、まあ十分満足というふうにいろんな楽しいような方々が思っているので、わざわざ GID という、まあ、身分 を取得する必要はあまりないように思っています。正因为在台湾的体制里面，你有一些方式可以勉强的绕过体制这个性别二分的规范，而得到一些荷尔蒙之类的解决方法，所以对台湾来讲，病理化也越来越不是一个争执的重点，相反的是他的社会身份要怎么样来确定。因此在最近的这几年的话，你会听见有人去要求说，我们要比照像澳洲那样，我们的身份证上应该有个 X 的性别，就是不写男也不写女，就写个 X 作为第三性别的一个标志。这个反而在 GG 的社群里面引起很大的兴趣，这是第一个。その病理化っていうようなこと、パッとお客さんにごめんなさい。X、なので台湾においてはタランジェンダーの病理化という現象は最近この数年間にそんなにもう目立たなくなっていて、なぜかというと、まあ、例えば先ほども申し上げたように病院でホルモンを獲得すれば、まあ、いいんじゃないかなというふうな考え方が今かなり主流になっていて、なのでこのような手段を通じてこの法律の認定をもらわなくても、まあ、普通に生活できるような状況なので、わざわざ性転換手術をしてこの GID という水を手に入れることをしなくても、まあ、普通にこの世界に生きることができるし、なので今病理化という問題をそんなに重要視されていなくて、逆にそのトランスジェンダーの社会的な地位、例えば自分 このようなジェンダーの ポジションはどういうふうに社会に位置づけるかという問題の方が重要になっていて、例えば最近も話題に出てくるんですけれども、例えばオーストラリアの その身分証明書の性別欄に今までは女性男性という二分化になってたんですけど、今は X という新たな性別の表記が現れていて、なので台湾のトランスジェンダーのコミュニティの中でもこういうふうなオーストラリアのやり方を真似したらいいんじゃないかなという声も出てきます。除了这个社会身份证上面应该是怎么样的标示他的性别之外，另外还有一个随着同志婚姻而兴起的热门题目，就是跨性别婚姻。也就是作为一个跨性别者，作为一个身份转换的人，他能跟谁结婚的问题。那最近在台湾的话，有一对跨性别的男变女结婚，那他们结婚的方式当然是技术性的，走了一条捷径，就是有一个人已经换了身份，另外一个人没有换身份，而这两个人可以以异性恋的身份结婚，结婚完了以后再到内政部去说我要改变我的身份，那这改完以后当然就会变成是两个女人结婚，那内政部当然会不同意这样的事情，结果在这样的事情上面他们又发动了一些公众的行动，那内政部目前就解释说，哦，这个在他这个改换身份的那个时刻，他们确实是符合婚姻的要件，所以这个婚姻不被取消。如果要是过去的话，这个婚姻要被取消的，但是现在就没有取消，因此现在就变成了有两个 TG 以女性的身份结婚，这个也被同志婚姻当成一个多元成家的例子。それからもう一つの事例として同性愛者の結婚についてというのは、まあ、議論になっているんですけど、その中でトランスジェンダーの結婚というのをどう扱うかということで、もう一つ事例として、MTF の、トランスジェンダーの人が、性別上女性の、人と結婚をするっていう時に、それがそのまま結婚を、するのか、あるいは結婚した後に、性別を変更するというような手術をするのかっていうことによって、まあ法律が関わってくるような状況が変わるっていうんですか、内政部は内政部その、省庁である内政部は、それに対して
この事例は2人の MTF の方が結婚しようとしてるんですけど、でも一方はもう性転換手術をして、で戸籍上の性別を変えた、で女性に変えた、でもう一人はまだ性別を変えてない、なので結婚するときは一方が女性、一方が男性という戸籍上の性別で異性愛として婚姻制度に認められたんですけど、でこの二人はその時点でもうまず結婚して、それから結婚した後にもうまだ戸籍上の性別を変えてないその方が内政部に性別を変えるように申し込んだんですね。でその時はもう2人の女性が結婚するというふうになってるんですけど、でも昔だったらこの結婚をもう取り下げるようなことになったんですけど、でも今はまあ認められているわけです。はい、今は OK という状況です。なんか最近ちょうどあれですね、同性愛の結婚の多様化っていうことをその運動としてやろうとしているっていうことが背景にあるんだと思います。这件事情之所以能够这样子一个结局，其实跟台湾社会的性质是有关联，就是我们是一个民粹性非常强的地方，只要把事情闹得够大，然后拉得住足够的正当性，你就有机会让一个很紧张的政府做出一些很奇怪的决定。まあ、この背景には一方で、台湾でもポピュリズムの高まりということが、あるんだっていうふうに思います。政府を突き動かすっていうような力がそれだけ、強いっていうことですよね。不过同样的，正是因为政府很怕事，很怕被人民批判，所以当主流的价值被举起来的时候，边缘者、弱势者、不符合主流价值的人也一点好处都没有，因为你就没空间。その一方で、まあ、政府が、大衆から批判を受けることに対して大変恐れているということで、それで、まあ、主流に合わないような規範を持っているような、人々団体というものは、ますます社会的な空間というものがなくなっているということも同時に言えます。好、得把握一点时间。哦、oh, 对了，跨性别团体有没有社服化呢？有，在台湾现在最出名的例子，其实就是一些从来就没有在运动里面见过的跨性别者，他们现在出来，他要替全部的跨性别者代言。那代言的目的呢，就是希望能够坐在政府的某种人权委员会上，然后能够有薪水，自己有薪水，然后再加上可以去分资源。可以分社服的资源分给一块给跨性别，那当然就由他这个代言人去管理。目前正是有这样一个非常非常严重的趋势，当然也就会形成团体之间的对立。原来已经在辛苦做事情的团体会被人家一脚踹开，说你让一边去，还是我来跟政府讲比较有效。所以 NGO 之间的关系是很复杂的，有的时候可以接在一起，有的时候打的就是互相对立的状况非常非常严重。まあ、トランスジェンダー団体もその社会福祉化という現象も見られます。例えば今まで あまりこういう社会団体に参加して いなかった人々とか、その人々が今逆に自分も まるでそのセクシュアルマイノリティかのように政府その代弁者の立場としてトランスジェンダーの団体のまあ、権力とかを政府にこう求めようとしています。でその人たちはほのぼのいろんな資源を持っていて、で力を持って政府機関に入って、でいろんな資源をさらに手に入れようとしています。でこの人たちが逆の動きが逆にあんまり資源のない力のない社会団体をこう政府のこの資源の分配 このシステムから排除してしまいます。でなので NGO の間と NGO の関係がすごく複雑なので、時には一緒に戦って、こういろんな一見全然関係ないように見える社会団体が時に一緒に動くことができるし、でも逆に何だっけ、逆にこう資源をこう
競争し合ったりこう相手をこう蹴ったりしてすることも、まあ、今も見えています。はい、複雜的事情有的时候就是很难讲的啦。複雑な事業というのは大変もう話、まあ、翻訳も含めてほど思いますけど大変話しにくいですね。好，那我现在转向观众的问题哈。第一部分的这个问题，社运跟国家的结合的具体的例子，其实例子很多。先说结合的方式好了。第一种结合的方式当然就是分包国家的各种计划，以便拿到国家的资源。第二种呢，就是社运非常积极的，立法，他去设计一些法律，然后交由国家去通过执行。所以这里边当然最好的例子就是跟性别相关的妇女团体，因为性别主流化已经目前是台湾的基本国策之一，就是非常重要的国家的政策。为什么会是比较重要的国家政策？因为透过施行这样一个国际公约，国际上有地位的性别主流化，台湾就可以认为我在国际之内，虽然我的国家的定位不明，但是至少我做的事情都是很合乎国际水准的，在这一方面可以补偿台湾这个国际地位不足的这个方面。社会運動団体と国家 の、 この関係は、例えばその結合の方法について2つ の、 事例があります。例えば1つは政府の資源をこう分配して手に入れようとしていて、2つ目が、立法化という方向で、特にそれは、ジェンダー関係の団体によく見られることですけれども、まあ政策、ジェンダー平等に関する政策というものを立法化するというような動きです。まあ、それは多くの場合国際的な国際社会との関係にすごく結びついていて、それは台湾が国として国際的にいかに承認を得るかっていうような問題と結びついているわけですけれども、その時にこのジェンダーの主流化というような方向性っていうのは、まあ一つ争点として中心的な課題になっているということです。妇女团体最成功的地方就是它能够把刚才那两样东西结合在一起，换句话说，他可以把资源的分配写进法律里面，以至于那个资源的分配以后已经不用抢了，在法律里面已经规定了你们应该要多少百分比。然后呢，监督团体是谁？就是这一些团体。因此在法律和资源两者结合的状态下面，其实在性别的领域当中有很多的团体是很成功的，就是那个预算都会这样子往上几何级数的跳跃，分得到很多很多的资源，然后他们呢也在他们手中也设立了各式各样的法律。你们如果看我后面有一章的话，就会告诉你说，在最近这十年当中，我们增加了多少跟性和性别相关的法律，而且这些法律都是比原来的刑法的规范要更严格的。因为在这里所使用的就是说，因为这些触犯法律的行为针对的是弱者，是妇女，是小孩，那因此这些法律的责罚的那个条款就会更加的严厉。所以你就看到了资源得到很多，法律设得很严的团体在我们周围还蛮多的。先ほど の、 その1つ目が資源の分配、2つ目が立法化ということがありましたけれども、その2者というものが、女性団体の手によって、まあ、両方、2つに2方向あるということによって、うまく使われているということがあります。まあ、要するに、まあ、資源分配を得ることによって立法化しやすくなるし、そのような方法によって資源が分配されやすくなるということだと思いますが、そういうような状況の中で、特に、この10年間において、ジェンダーって性に関わるような、取り締まりに関わる法律というのは、大変多いです。その本の中でも、後半部分に書いてあるような状況ですけれども、その、今までの、それ既存の法律に特に刑法の定められたような状況に比べてでも大変厳しいような、取り締まりということが、そうした法律を通じて行われるようになっています。なぜそれが可能になるかというと、弱い社会的に弱い存在である女性や子どもに対しては、何か、悪いことをしたということがあれば処罰をしなければいけないという方向で、それが正当化されるからだということがあるわけです。好，只能讲到这里了。那下一个就是有关于医疗跟病理啊，医疗化跟病理化结合操作的这个，其实从道理上来讲，这很容易懂他们两个之间的配合，但实际上面又不是这么简单，因为
例如在医疗体系里面的有一些医生，他会因为认识一些跨性别朋友而了解他们的生活状态，所以对他们特别的友善，愿意能够帮忙的时候就帮忙，在有限的范围之内。可是也会有另外一些医生就会蛮自视的，蛮封闭的，去谈说比方说跨性别的大脑不一样啊，跨性别有什么一些生理的基因的状态不同啊之类的，他也会继续说这样的话。所以在医疗体系之内本身会有很多很不一样的立场，所以你也很难说把所有的医疗人员都视为跟医疗化和病理化相关的人，这里面有很多很复杂的状态。那当然也有就是特别是在像跨性别的这个领域当中，医疗体系要求跨性别者要做怎么样的自我描述才能被视为是个跨性别的状态之类的，那这里面都有很多的权力关系，也都会影响到跨性别者跟医生之间的互动。その病理科と医療科ということについてですけれども、医療システムの中で医者とかそういう医療の専門の人々がいろんな立場を持っているんですよね。例えばトランスジェンダーの方にすごくフレンドリーで、自分もいろんなトランスジェンダーの患者さんがいて、彼らの状況をこう観察しながらアドバイスをしていくという医者様いるに対してすごく保守的で、トランスジェンダーにフレンドリーではないという医者さんもいます。こういうフレンドリーではない医者さんたちは例えばトランスジェンダーは病的だ頭脳の行動がちょっとおかしいなというふうに言って治療方法をするんですよね。なので医療のシステムの中でいろんな立場もあるわけだからすごく複雑な状況です。医療 の中にその権力関係がすでに反映されているっていうようなことでした。好，大问题。什么叫做不进步？在道德进步主义之下，哪一些东西被视为不进步？我用一个简单的例子，我昨天经过新宿西口站，新宿站的西口，然后呢，就看到一群人站在室外，在抽烟。他们的抽烟的行为，现在就是被视为不进步的行为。因为他们是不进步的行为，所以他们要被放逐在车站外面，刮风下雨也只能在那个角落的地方站着，在那边吞云吐雾。不进步的主义里面包含了很多跟此刻的价值观背反的东西，抽烟是一个，不爱护动物是一个。那如果一只狗来追着你要咬你，你踹它一脚，那你踹它一脚的时候被人家拍下来，这个就叫做虐待动物，于是虐待动物的罪名就会加在你身上。我等一下再来继续讲一下不进步的定义。我刚才这两个只是例子啊。ちょうど昨日すみません、進歩的ではないっていうのはどういうような事例かっていうの質問ですけれども、ちょうど昨日の夜、新宿西口で見かけたんですけれども、喫煙者の喫煙区。タバコ吸い場。喫煙所。すみません。日本語がごちゃごちゃになってきました。喫煙所に、たくさんの喫煙者がこう集まってこうタバコを捨てたんですけど、その人たちが今禁煙という概念がすごく主流になってて。タバコを吸わないという方が進歩的な価値観というふうに見られていて、で喫煙者はタバコを吸いたいときは堂々と吸うことができなくて、その喫煙所に閉じ込められて、その場で喫煙するわけですから、なのでこのような人たちがもう進歩的ではないというレベルが貼られていて、雨が降ってそうそうそう、かわいそうな電車の外にわざわざ行って、そういうところで立ってタバコを吸わなきゃいけないって、そういうことが
在台湾是啊，还没那个方面那个动物的那个啊，那我先把吸烟的讲。在台湾的话，你就是不可以在室内吸烟，即使在你自己个人的 office 都不可以吸烟。我们有很多同事很惨。でも台湾ではすごく禁煙に対してすごく厳しくて、あの公共の場で吸うことはもちろん禁止されているんですけれども、例えばあの個人のオフィスの中で喫煙することも禁じられています。例えばいろんなあの喫煙者が自分のオフィスでタバコを吸うとすごくあの戦えるので、その状況がすごく厳しいです。最近也不可以在公园吸烟，也不可以在十字路口吸烟，因为据说都会影响到旁边的人。公園です。公園で喫煙することも禁止されていて、あと路上でも今もダメになっています。现在我可以说了，什么是不进步？不进步就是不符合现在西方进步文明所代表的价值观的行为和价值和信念和实践吧。就你的生活里面有任何不符合西方进步观所代表的价值的，那就是不进步。例如，如果你还在吃炸薯条、猪排这一类型的，哇，那日本超市里面这种油炸的食物很多，我都觉得你们很有文化自主性，都还没有接受西方的进步观念。很多不，我觉得重点是什么？重点是说，原先的话，我的生活怎样活，我还可以照我的方式活。可是当这个道德进步价值观来了以后，建立起它的权威性了以后，你常常要被人监督，你所做的任何一件事情都变成了可以被别人批评、被别人检验、被别人说有问题的方式。那当然，这个我们活在一个又刚好又活在一个常常会被人家监督的状态。我不知道日本是这样，在台湾的话，那个 camera surveillance camera 监视的那个镜头，每一个街口都是，每一个 7-11 门口都有。那个这些镜头都可能拍下，还不要谈啊，我们在台湾每一辆汽车上面都有一个行车记录器，为了要防止人家跟你吵架，这个交通的时候有纠纷，但是每一个都有，因此每一个行车记录器在沿着路边开的时候都在拍，因此有各式各样的行为被拍起来。我们又有一个很八卦的媒体，所以所有的这些镜头上面会拍出来的东西都有可能会变成新闻，一旦变成新闻你就丑闻满天下。我们就形成了一个监视社会，在这个监视社会里面，跟法律无关的事情也被人挑出来。今天我愿意选择怎样过生活已经越来越没有空间了。虽然我没有触法，我没有妨碍到别人，但是在镜头面前说出来的时候，你好像就是一个有问题的人。不进步使得被批判的生活空间越来越大，你所有的地方都被检验，所有的地方都被别人批判，这是道德进步主义一个蛮可怕的地方，因为它监视的空间越来越大，而且监视的理由是你没有办法抗拒的，因为他说我是要推动社会健康啊，我是要推动保护动物啊，我们要保护儿少的纯洁心灵不要受到污染啊，我们要尊重女性啊，所有的理由都是充满了正当性的，都是政治正确的，但是他所检验的生活内容越来越大，越来越找麻烦。多くの進歩的ではないという価値基準 の, こ の, この規範というものが西洋から来たような道徳観というものによって影響されている部分があるんですけれども、例えば別の言い方をすれば、生活のあらゆる部分というものが人から批判されるような可能性を秘めるようになってきているということがあります。例えば台湾、日本ではどうか知りませんが、台湾では街中の至るところにカメラが据えられています。例えば交通の要所であるとかセブンイレブンとか様々な場所にカメラが設置されていて、今あなたの行動を記録されていますっていうようなことがそこに書かれているわけですが、それによって実際に自分が
が何か問題をしているかどうか、問題を起こすような人に迷惑をかけるようなことをやっているかどうかということに関わらず、周りの人から批判されるような要素というものができてしまっている。それが人の行動を規制するような空間というものを作り出してしまっているということです。で、そのようなその批判されるっていうことの理由には、さまざま、例えば動物を保護しなければいけないとか、環境を保護しなければいけないっていうような、価値観っていうことがあるわけですけれども、それは往々にしてすごく政治的に判断されているということです。这里面所谓的西方所代表的进步价值，其实应该是说起来有两个很大的问题。第一个问题是说，它其实代表的是某一种西方的进步观。也就是唯有那样的路途所产生出来那样的生活方式才是可取的，其他在本地的具有本地文化特色的本地的历史传统通通在这样的一个进步观之下被抹掉，这是很大的一个问题。就是民族文化在这个过程当中被视为没有价值。那第二个很重要的问题是说，往往这些进步的价值观又代表了某一个阶级的价值观，例如那个跟动物之间的关系。我小的时候我们家也有养狗，对我来讲狗就是看门的，然后我也会爱护它，可是我不会像现在爱护宠物那样子的那么甜甜蜜蜜的那样子的爱。那样子一个对待宠物的方式，照顾宠物的方式，其实是很有阶级性的，因为它必须要有一定的阶级品位和经济能力才能够做。所以进步观所代表的价值，除了在国族之间会有形成压力之外，在阶级之间也形成一个很清楚的这个压迫。这是道德进步观的至少这现在可以提到的两个很重要的问题。西洋的な価値規範ということについての問題というのが2つ言えることがあるんですけれども、1つ目が、それ西洋的な進歩主義的な価値規範というものが、その一方でローカルに伝統的な形で、歴史的な形で、伝えられてきた民族的な文化というものを、ないがしろにしてしまうというようなことがあります。もう1つの事例としては、動物の虐待というものに対しての、価値規範的な解釈というものが典型なんですけど、例えば私の家には、子供の頃、犬がいました。それは番犬として飼われていた犬なんですけど、もちろん、番犬としても可愛がっていたわけですけど、その一方では、現在はペットを、本当に、家族のように可愛がるっていうような、規範がありますが、そのように、本当に大事に大事にするペットを飼うっていうようなことっていうのは経済的な基盤がないとできないようなことでもあります。そのような、一方で、一面的な価値規範っていうものを、介在するような状況っていうことがますます強くなっているっていうことが言えます。好，最后两个简单的问题，那个 NPO 的问题，我因为前面已经提到一些，现在就只能跟你讲说，没有错，目前的话，很多很多的 NGO 正在争取能够进入国家的各种委员会和这个资源决定的团体，因此争夺代言，抢夺说我替哪一些群体代言，我哪一种弱势群体我代言，变成一个非常重要的战争。有些团体是会感觉到那个压力，好像你如果不参加的话，你就失去了公信力。但是在另外一方面来讲的话，对他们来讲，第一，国家的资源，有资源做有资源做的事，没资源那就做没资源的时候可以做的事。所以对他们来讲，他们要坚持这样一个立场。那至于代言的这个位置，目前也是各个团体正在想的，就是当有人来把你这个经营了很多年的代言的位置要抢走的时候，是怎么样的回应。目前有一些团体在做的事情，就是开始回头去看自己曾经做了什么事。从前的话就一心一意的向前走，没有回头去说啊，我到底做了些什么事。现在的话就不得不看清楚一下，我们是从哪里来，我们现在在往哪里去，透过这样一个历史的呈现，来让那个新的莫名其妙跑出来的代言者能够看到一个对比，就是那你拿出你的过去来看，你做过什么，你的代言要建立在什么基础上。
NPO の質問に関しては、まあ、台湾でも同じような状況が起きています。いろんなあの社会の団体が、国家の体制に入ろうとして、でそのいろんな資源をこう手に入れようとしています。でそれはもちろんある程度 この社会的な信頼も得られるわけですから、いろんな NGO が国会に入るために一生懸命頑張っていて、でもそれと逆にその国家体制に入ることに興味がない社会運動団体が、まあ、資源もちろん少ないですけれども、でも少ない資源の中で一体どのようなことができるかについて真剣に考えています。例えば、社会そういうような社会団体が あまり資源がないんですけれども、でも例えば昔からいろんなこといろんな努力をしてきたわけですから、じゃあ、社会的な信頼を得るために自分の今までできた努力とか今までどんなことをやってきたのかを社会にこう見せたりして、なのでそれに対して今までそんなに努力していないで突然に国家体制に入っていろんな資源をこう奪った人に対しては、じゃああなたたちは今までどんなことをやったかにこういうふうに反発しているわけですから、なので今はこのような動きがあります。好，最后就是邱桑的问题了，就是很多很多的多元性别展演，其实好像看起来在 gender 上面有很多元的展现，但是在性上面却好像是只有异性恋当道，这确实是事实。而且在台湾不单单说是不能够有这样子的行为，甚至连在线这种行为，就是如果你要表现同性的性，或者要表现老少之间的性，或者表现一些其他的多元的性，像 SM 的这种性，目前其实在刑法上面235条会视为他们是猥亵，只要太露骨的呈现性都可能被视为猥亵而落入刑法之下，这是真正的大问题。它不是在限制多元的性而已，它基本上对于性本身就有很大很大的限制，很敌意。这也是目前越来越扩散影响力的一个法律，因为它所管辖的范围不再是只是出版的印刷品，这网络上面的所有的呈现、所有的语言、所有的图像都可能被落在刑法235条之下。这就是我当年打官司的法条了。じゃあ最後は私の質問に対して答えてくださいました。今までジェンダーパフォーマンスが一見どんどん多様化していくわけですけれども、でもそのセクシャリティに関しては逆に異性愛という固定カテゴリーがすごく強化されています。例えば異性愛だけじゃなく異性愛じゃないような、例えばいろんな例えば SN とかこういうような非異性愛的な、そして主演化された性に関する再現化がますますわいせつというカテゴリーに見なされて、教書ね、はい、その SN とかそういうような逸脱な性の表彰は今ほとんどそういうことがもうわいせつというように見なされて、そしてしかも刑法に235条を違反するように扱われているような状況になっています。なのでこれは方先生が2003年 の, 動物連その裁判事件の時に一生懸命戦っていた大問題でした。今もまさにこの状況が続いています。如果想要知道那官司到底怎么打的，又得看书里面，我有记录起来。今天非常谢谢大家参与这本书的诞生。哎，好奇怪，你们都好像听得懂哎，我一讲这句话，他们都动起来了，他们都听懂中文了。谢谢大家参与这样的一个发表会，也谢谢大家能够对这样的议题开始发生兴趣。就是真的不是我们想象的这么简单，尤其当代的性别政治。已经不是从前想的那么简单的两性如何如何而已，在我们很复杂的全球化的年代当中，它有很多很多深刻的改变，这值得我们大家关心。也希望大家以后有任何的问题啊、兴趣讨论啊，都可以写信给我。谢谢大家。
ズーフィリア事件、動物性愛事件についてはこちらの本に詳しく書いてありますので、ぜひお読みくださいということで、それから、今日は本当にお集まりくださり、熱心にお話を聞いてくださってありがとうございました。中にはおそらく中国語が分かる方がたくさんいらっしゃったんだと思いますけれど、私がもう話しやいなや、笑い声が起きたりとかするのでとても良かったです。それから、もう今は本当にジェンダーの問題というものを、決してもまあ男女二項的な、枠組みの中に捉えられないような状況というのが起きています。グローバリゼーションの中でジェンダーの関係というのは大変複雑な予想を、呈するようになってきています。そういうような、点から今後も議論を進めていけたらと思います。もし今後まだ質問や、交流などありましたら、ぜひ私に、ご連絡をくださればということを思います。今日は本当にありがとうございました。熱心にいろいろ答えてくださいましたので、まあ、カバーしていろんな方から話してくださったので、通訳の方たちも大変でしたが、いろいろ参考になったことが多かったと思います。でここでですね、交流会はまた個別に させていただきますが、出版社の方からお茶の水商号がこれを出してくれたんですけれども、ホ先生に感謝の意を込めて花束を贈呈したいと思いますので、ホ先生、そして今回の出版を支えてくださいました田先生をはじめ、翻訳チームの素晴らしい皆さん、もちろん遠くからカールさんもとても助けてくださったと聞いております。本当にありがとうございます。今日こんなに密度の濃い勉強会になるとは、まあ田先生予想通りではありましたが、大変嬉しく思っています。交流会の方ぜひ私も残って皆さんとお話ししたいと思います。ぜひお残りになって、ホ先生と皆さんと交流深めました。先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お茶の武将で一番最短で刊行した本として歴史のことではないかと思います。それでは あとは各自写真を今できたら皆さんで一緒に撮りたいということなんですけど、もしよろしかったら集まって何回かに分けて記念写真を撮りたいと思います。でその後はいろいろ交流して話していただいて、ご時間過ぎぐらいに終わりにして、あとは懇親会の食事会をすることになっておりますので、もし希望があります。